ザアルフィーディスコグラフィー夜明けを求めて、夜明けを求めては2009年10月7日にリリースされたザアルフィー58枚目のシングル。東海テレビフジテレビ系連続ドラマ、嵐がくれたもの主題歌。ザアルフィーがフジテレビ系列ドラマの主題歌を手掛けたのは太陽は沈まない以来7年ぶりであるが、東海テレビ制作のドラマ主題歌は本作が初。 前作同様、本作も3種のシングルが発売。カップリングは、同年8月開催のライブイベント、ザ・アルフィー・レジェンダリー・サマー2009横浜パーフェクト、バーンで披露された楽曲を2曲ずつ収録。特に、デビューシングル、夏しぐれは貴重な音源と言える。本作発売時点ですでに12月に、自作シングルの発売が決定していため、2009年は、 最終的に3枚のシングルが発売された。年間2枚以上のシングル発売は、1999年以来10年ぶり、3枚シングル発売は1994年以来15年ぶりであった。ジャケットに使われた写真ジャケットは、坂本龍馬の写真とエレキギターを合成した、写真夜明けを求めて夏、しぐれしい夕あげん夜明けを求めてジャケットは、少年と犬の絵夜明けを求めて、 真夏のストレンジャー風の死夜明けを求めてジャケットは大きな船の絵夜明けを求めてガールミュージシャン夜明けを求めてありがとうございます。